マントバ公カルロ2世、ロベール・ナントゥイーガ・カルロ2世、ゴンザーガ・ネベルスは、イタリアのマントバ公爵及び、モンフェラート公爵。また、フランスのヌベール公爵、ルテル公爵及び、マイエンヌ公爵。マントバ公カルロ1世の次男であるマイエンヌ公、シャルルと、その妻で、マントバ公フランチェスコ4世の娘であるマリーアの、間の長男として生まれた。 妹エレオ・ノーラは神聖ローマ皇帝フェルディナント三世の皇后である。生後わずか2歳で父を亡くし、1637年に祖父からマントバとモンフェラートの公爵位を受け継いだ。ただし、即位後10年間は母マリアが摂政として両国を治めた。1659年、フランスの実質的な摂政であったジュール・マザラン、数奇教にヌベール、 ルテル及びマイエンヌの公百両を売却した。1646年11月7日に、前方オーストリア大公レオポルト五世の娘、イザベラ・クララと結婚し、一人息子のフェルディナンド・カルロを設けた。ありがとうございます。